パワーエレクトロニクスは電気エネルギーを変換する技術として家電や自動車、鉄道の超エネルギー化や機能向上目的として広く使われています。最近では太陽光や風力で発電した電気エネルギーを有効利用するために欠かせない技術となっています。私はこの分野においてパワー半導体を電力変換回路へ実装し小型高効率そしてノイズを出さない 回路実装技術の研究をしています最近、従来のシリコン半導体だけではなく炭化ケイ素や窒化ガリウムの半導体を使った新しい回路実装の研究が世界中で活発化しています炭化ケイ素半導体はシリコンに比べて高電圧や大電流に耐えられるため自動車や鉄道、電力会社向け電源装置など大型設備への応用が期待されています 現在鉄道向けなどに一部導入が始まっていますがまだ本格的な普及には至っていません新技術を社会へ導入するためには単に物を作るだけではなく新技術の性能を引き出すことを考えた使う技術開発がとても重要になります次世代回路の実現に窒化ガリウムのパワー半導体を使いこなすための研究開発も必要です窒化ガリウムについても 我が国では大型プロジェクトを発足させていますが日本ではまだ作るための研究が主流といえます一方、北米などでは使える技術の開発がすでに進んでいます私も炭化イ素と窒化ガリウムのパワー半導体を使いこなすための研究をスタートしていますこれらの新しいパワー半導体を使うことによってシリコンを使ったものよりも小型かつ高効率を実現できるだけでなく さらにノイズを出さない回路を作り上げることが技術開発のポイントです。ただ、これらの新材料が注目されていても既存のシリコンも無視はできません。長い間使われてきたシリコンパワー半導体は信頼性の面でも優れていて性能をさらに向上できる余地はまだまだあります。これらの半導体はそれぞれ性能の違いがあり得意分野も違います。今後は 材料による応用領域の積み分けが進むでしょう各材料の特徴を生かしいかに性能の良い回路に作り込むかというところがまさに私たちのの腕の見せ所ですこれからのパワーエレクトロニクスは情報通信分野と融合し AI や IoT 時代に適したエネルギー利用の高効率化を目指すことが求められています。 そのため、大学の研究室としては異分野融合した研究を進めることが重要になってきます。現在、私の研究室では、パワー半導体、LSI、情報通信、数値解析などの分野の研究室と共同で研究を始めています。ますます重要となる電力エネルギーのさらなる有効利用に向けた研究を進めていきます。